やっぱり小山美希さんのあのタイムを抜きたいって思いで、ヤンキーとぽやっとやっつけてベテランに抜かれないように、ここら辺で共助カップの世界が見えてきましたね。ビゼプラチナム、綺麗な素肌を手に入れたら毎日がもっと楽しくなった。スタートミゼ、たった今から綺麗になろう、選ばれてナンバーワン。今年2019年共助カップ、戦っていただきます競争女子の皆さんをご紹介いたします。今回見事ポールポジションを獲得いたしました山本龍選手、細川由依佳選手、星名舞選手、小泉愛選手、ベテランこちらに入ってきました小木玲です、小木原智美選手、藤島智子選手、里奈伊藤選手、高橋純子選手、そして今回からのニューフェイスご紹介いたします、天野きさらぎ選手。以上10名の競争女子共助カップのドライバーです。拍手お願いいたします。さあ、それではですね、お一人ずつ自己紹介、そして今回のポジション思いなどをちょっと伺っていきたいと思います。さあ、山本龍選手、見事ポールポジションです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。来ましたね。そうですね、多分ビータではもう本当に初めてのポールポジションなんで、なんとなくスタートで失敗そうな予感がすごくしてるんですけども、頑張ります。よろしくお願いします。はい、山本龍選手です。山本選手は実は先週も突然鈴鹿まで、その前の日富士にいたのに突然鈴鹿まで行って練習してくるって言って練習してきたんですよね。そうですね、はい。うん、今日のこのポールを取った気持ちっていうのはいかがですか？そうですね、やっぱりもう少し本当は行きたかったなとは思ったりしたんですけども、なかなかうまくまとめることもできなかったんですが、とりあえずポールなんで良かったと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そしてお隣、細川由依佳選手です。そうですね、はい、ちょっとなんか予選は、まあ、1本目からちょっと4脱してまたあれと思ってて、で2本目合わせてきてと思ったら3本目また4脱したんで、まあ、これダメだなと思って1回入って、うん、したらやっぱちょっと内圧が上がってなかったりとかで、若干そういう部分でちょっと失敗しちゃったかなっていう、自分が内圧上げられなかったのもあるしっていうのがあって、うん、それでもフロントローですよ。そうですね、まあ、前と後ろがね、うん前はものすごく走ってらっしゃる方なのでとりあえずプレッシャーかけれるようについていって、うん、最後は抜きたいなと思ってます、はい、コーチである細川選手、ご主人は今日はどんなアドバイスを、はい、今日はそうですね、昨日までずっとちょっと調子が悪くて、ええ、まあ、自分もそれによってなんかこう走りも焦っちゃってたんで、うん、まあ、とりあえず焦るなと言われて、で、まあ、そのちゃんと向き変えてこうやれば大丈夫だからみたいな感じで、はい、落ち着かせてもらっていった予選でしたね。なるほど、その成果が出たということですね。そうですね、まあ、はい、決勝はちょっと頑張ろうかなと、もうちょっと頑張ります、はい、頑張ってください、はい、はい、そして3番手につきました星名舞選手、舞ちゃんってすごく見た目がね、ここにいるからあーレーサーなんだっていう風に分かるんですけれども、普通にこう街を歩いてたらとてもこんな早いところに来る、しかもレースやってる女の子には見えないと思うんですけれども、はい、いかがですか、気持ちは今。でも初めて3位っていう順位でちょっと怖いです。怖い、はい、まあ、2列目からのスタートになりますけれども、そのあたりは何かこう自分でこういうの気をつけようとか考えてますか？で毎回なんか毎回言って毎回ミスしてて、でもこんなにいい順位に来れたので今回こそはミスしないで、まあ表彰台このまま乗って終われたらいいなって思います。はい、頑張ってください。はい、そして小泉愛姉さんが帰ってまいりました。はい、了解です、はい、ちょっとね、1年間ブランクがあったんですけれども、うん、まあ、予選は今の実力通りだと、まあ、皆さんやっぱり去年しっかり走ってらっしゃる方々、はい、
の中に、まあ、ギリギリ4位に入れたんで、いいあとは、まあ2年前もそうだったんですけども、はい、後ろからレースを淡々と見させていただいて、何か起こりますんで、多分何か起こると思いますんで、それをひたすら冷静に見ていきたいと思います。あ、ちょっとここら辺がね、うん、そこら辺がね、ここら辺雰囲気がすごく似てるお二人、うん、まあ、リュウとヤンキーとポヤットですからね、なんかな、なんかあるかなとは、ちょっとあるかもしれないね、はい、思ってますけども、はいはい、そこをヒュッとベテランが入っていくという感じですね、はいはいはい、頑張りたいと思います、はい、頑張ってください、はい、よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方の大御所、おぎねです。はい、はい、大御所のおぎねです。すいません、また証拠りもなく今年も出ます。まあ、まず練習をほとんど今の13号車でできてないので、うん、昨日レースを、FCR ビータが終わって遠藤さんからバトンタッチした車を昨日最後20分走っただけで、はい、今日の、アタックだったんで、1本まとめられなかった週がほとんどで、もうひっちゃかめっちゃか、なんかこう予選 8週ぐらい増してるんですけど、まともに1週決まんなかったんで、全部決まってたらなんかあの辺ぐらいまで行ってたなと。はい、はい、全部また 1秒とか前半出してました。あ、かもなと。この辺ね、そうですね、今日のおぎねのタイムは2分02509。はい、やっぱまとまってれば、まとまってたら1秒、はい、1秒前半出しました。出したということで、じゃあぜひレースもまとめて頑張っていただきたいと思います。おぎねです。はい、そして荻原智美ちゃんです。はい、アリストズシ&バンツビーター49号車、の荻原智美です。今年はレース参戦2年目で、まあ、去年初めてレースシリーズで参戦させていただいて、まあ、去年培ったものを今年出せるようになとは思ってたんですけども、まあ、なんかちょっとこうドライビングが噛み合わずというか、もう操作がもうひっちゃかめっちゃかで、まあ、リンクしない感じで予選を終えてしまいました。はい、ともみ選手の、まあ、師匠といいますか、指導していただいているのはバンバタク選手でしょ。はい、監督で、まあ、はい、直接的にずっと指導してくださっているのがバンバ監督です。はい、バンバ先生は何とおっしゃってますか。まあ、ダメだってことですね。結構厳しいんですか、バンバ選手って。まあ、でも私がもう去年、まあ、レースしたことないのに、もう去年から、まあ、小山美希を超えるように 、うん、してほしいって、まあ、お願いしてやってるので、まあ、もう厳しいのはもう当然ですよね。もうあんな世界に行くような子に勝つなんて絶対、まあ、基本的には絶対無理なところをどうにかやりたかったから、うん、まあ、今年も引き続き、まあ、1位になれるように努力していきたいなとは思ってます。はい、頑張ってください。さあ、そして藤島智子選手です。はい、エネオス号に乗ってる藤島智子と申します。モータージャーナリストという仕事をやらせていただいていて、はい、今年はカートップもレポートしてたんですけど、うん、ウェブメディアのカーウォッチというところも、はい、協力していただけることになったんで、教授の内情を、ぜひ紹介したいなと。はい、はい、そう、内情をね、結構その方が皆さんね、でも内情ここでちょっと出していただいてもいいんですけれどもね。どうですか。いや、もうね、今日も、うん、いや、みんな結構なかなかうまくいかないって言ってるじゃないですか。うん、でビータの車ってすごいアナログなんですよね。うん、あ、そうそう、すごいパイプフレームでできていて、うん、ABS とかついてないんでブレーキ踏めばロックしちゃうし、それからハンドルもね、こう丁寧に切り込んで、ちゃんとアクセルとかブレーキの操作丁寧にやっていかないと車が全くセッティング一緒でも同じように動いてくれない。で今日なんかもそのエアーが上がらないとか言ってるじゃないですか。まあ、私もそうだったんですけど、もうね、自分で車の挙動を乱しちゃったりするような車だから。あ、じゃあ難しい。そう、難しい。でみんな四苦八苦しながら、自分の私もベストが出せなくてこんな場所にいるんですけど、悔しくて、ね、そう、もう悔しくて。で今日も小泉選手の後ろにスリップつこうと思って狙っていったら、1コーナーの手前でアクセル緩められちゃって、わざと、はい、ここから勝負始まってるんだな。そうね、そういうことですね。はい、だからまだまだ、今予選の順位だけですけれども、レース始まっちゃったら分かんないですよね。そう、レースはね、やっぱり競争なんか起こりますよね。ね。はい、そうね。藤島智子選手が去年でしたっけ、インタープロとの同乗走行も、はい、ウェブでね、レポートしてくださって、すっごい分かり
りを作って、ぜひとも今年はあの共助カップの広報部長としてよろしくお願いします。頑張ります。ドラマ作っていきましょうね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして伊藤里奈選手。はい、イオンモール号で参戦している伊藤里奈です。はい、ですね、まあ金曜日から富士に来ているんですけど、うん、ちょっとね、多分自分の中で雨モードになってたのかなっていう部分もありまして、まあ、今まで雨がすごく苦手でした。なので練習の時とか雨で練習してました。はい、あ、そっか、はい、で結構雨っぽくなっちゃってて、あ、気象神社を信じてなかったですね。はい、すごい晴れてるじゃないですか。そう、晴れてますよね。私は晴れますよ。はい、まあ、そういういろいろあって原因とかも分かって、うん、まあ今日は晴れてたので頑張ったんですけど、この位置なんですけどね。はい、気持ち的には、気持ち的にはいや全然もっと向こうの方に行ける気持ちはあるんですけど、ね、うん、気持ちだけなんで、はい、いやでもみんな気持ちで行きますからね。でも今ね、はい、藤島選手がこのビータすごく難しいっていう話ありましたけど、はい、伊藤里奈選手はラリーとかもやってるでしょ、はい、そういう車と比べてどうなんですか。比べたら本当に丁寧に乗らなきゃいけない車です。ラリーみたいにオラオラじゃダメなんで、はい、でもね、伊藤選手を見てるとオラオラっていく感じはしないけど、そうですよね、おしとやかな感じで、うん、おしとやかな感じでね、はい、でもきっと今日オラオラって出てくる、はい、今日は、はい、上を目指して頑張っていくので、はい、皆さん、はい、油断しないように、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そして高橋純子選手。はい、610番のコースドレーシングから出ています、高橋純子です。去年がちょっともう車の状況が、うん、なかなかうまくいかず、エンジンも毎回乗せ替えてっていうやってたんですが、それでもちょっとうまく走れず、最終戦も走れなかったんですけど、今年は新車で、はい、挑んでますので、ちょっと気合い入れてきたら、うん、やっぱり半年以上乗ってないとこんなに私初心者になっちゃうんだっていうぐらい走れなくて、もう自分に昨日までも落ち込んでたんですけど、今日はもう切り替えて楽しむぞと思って、いいですね、その気持ちで、はい、来ました。もうピンクが生えてますので、はい、そう、りなちゃんが前にいるので、できるだけついていけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。さあ、そして初登場ニューフェイスです。もう嬉しいなと思ってます。はい、それでは天野草薙選手。はい、皆さんはじめまして。11号車 DDR ビータで参戦しています天野草薙です。普段はドリフト一色、ドリフトまみれな生活をしていますが、今日初めて競走女子挑戦となります。皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。ね、いよいよ来ましたよ。もうこういう選手がどんどん入ってくるんだろうなって感じがしますけれども、ね、どうですか、初めて予選やってみて。金曜日から3日間連続で走ってるんですけど、うん、毎日1秒ずつ自己ベストを更新できているので、あと3日ほどあれば皆さんのところに追いつくかなという感じです。じゃあ、まあ、まずはね、まずは今回初めてだから、はい、そうですね、はい、自分の目標をちゃんと1つずつクリアできているので、うん、すごいいいテンションで走れると思います。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、さて、今までこの2年間ね、ちょっとここの位置っていうのはこう定番のね、小山美希選手がいたんですけれども、小山美希選手はいよいよ競走女子の競助カップのチャンピオンというものを背負ってですね、世界のダブルシリーズに挑戦しています。すごいんですよ、すごい世界中の、ね、女性ドライバーのトップが集まってきている中でオーディションがあったんですけれども、すべてフィジカルもメンタルも技術もすべてトップタイムでオーディション通過しました。すごいってことで、そちらも、ね、ぜひ応援してもらいたいので、さあということで小山美希選手いなくなりました。どうでしょうか。どう。そうですね、令和の時代になって平成が終わったんで、そのまた昭和に戻すっていう感じで、なんでこう平成の時代のドライバーはもういなくなってもらって、うんうん、でまたこう愛さんと2人で昭和、この辺は多分、うん、でもちょっと待って、ちょっと昭和のドライバーにちょっと聞かないと。昭和のドライバーいかがでしたか、はい、この発言は。今回のこのラインナップをベテランのドライバーとして今までいろんなレースご覧になってきたと思います。おぎねとか愛さんとかどうでしょう。まあ若い子たちはみるみるどんどん次の世界に、うん、まあ、この競争女子出身として行っていただいて、はい、まあ、本当に山本さんが言うように、うん、まあまあいい中年がまあまあ頑張ってるなという
まあ、ファンの方々も結構中年の方も多いですしね、一番受ける層だと思うね私たちが。そうそうそう、今回この共助カップにリゼプラチナムさんがですねスポンサードしてくださることになりまして、どうですか、あの皆さんは。私もつけてみたんですけど、すごくやっぱ塗りやすいっていうのがあって、すごくあの白くならないし、変な匂いしないし、すすっと伸びるし、まあ若い方はね、まあつけなくてもいいかもしれないですね。え、このあたりどうなんですか、やっぱり競争女子って、はい、あのアスリートではあるけれどもやっぱり女性じゃないですか。キサリちゃんなんかはどうですか、そういう美容とかそういう日頃女性としてなんかレース出るからこそなんかこういうこと気をつけてるとかあります？そうですね、やっぱりレーサーとかドライバーであるよりも前に女の子であることを楽しみたいので、やっぱり走った後はどうしても汗かいたりとか結構こう髪もボサボサになっちゃうようなことが多いと思うんですけど、こうちょっとすぐ化粧を直して髪も直してちょっと気にしてます。はい、ジムちゃんなんかあの隣いたかあのなんかとってモデルさんもやりになってるし、はい、お肌とかすごく日頃から気になさってるんじゃないですか。あ、そうですね、うん、サーキットにいることが多いと、うん、もうすごい紫外線当たってるので、もう今回も使ってきました今日。あ、本当？いただいたのは、はい、あ、じゃあぜひそのコートをまたね、はい、あの皆さんにお知らせして。並びすごい意図的だよね、うん、なんかあそこだけ写真みんな向こう側向いてません？もう違う絶対的にここね、だいたいあのサーキットに来て、うん、なんかこうね走り終わってすぐ化粧直しするリナとか、うん、もう化粧バッチリなね、ジュゴさんとか、うん、私たちの世代違うよね、もう化粧とかすんなよなお前らとかね男と一緒に走るのに化粧すんなみたいな。え、でもトモミちゃんなんかは汚れるとかね、トモミちゃんなんかはすっぴんしてるのすごくそうそうそう、すごくナチュラル。日焼け止めオンリーです。レースの時来る、レースの時来る時はもうどうせ、うんね、フェイスマスクでなんか擦れて擦れちゃって結局ファンデとか落ちるし、まあ、めんどくさいんで日焼け止めもきっちり塗ってやってます。やっぱりね、はい、そのあたりっていうのはもうね若いうちから、そう、ね、もうしとかないと。今その30超えるか超えないかぐらいからちゃんとそこら辺やんないとシミとシワに影響があるので、うん、20後半の人はぜひもうねミューゼでこのねミルクローションだからすごい塗りやすいと思いますし、まあ PA3 プラスだからすごくいいと思うんですよね。ね、今から塗っても間に合いますよね。今から間に合いますよ。間に合いますね、間に合いますね。え、でもね、美容液効果もあるって書いてありましたよね。あの日焼け止めじゃなくてだけじゃないんですよね。以前は海外セレブのようにシミだらけになるのがかっこいいと思ったんですけど、昔そういう時代だったの、うん、そうもうでも今となってはやっちまったなっていう気持ちもあるので、なんとか。本当ね、うん、だって私たちガングロイル、まあ、さらに上の世代でしょ。もうちょっと上なんだよね。本当、うん、まあ、この辺からは美白世代とかでさ、なんだかんだ美白美白とか言ってさ、もうそういう世代の人たちが、サーキットにいる女は黒い方が偉い偉いっていうイメージがあったんで、ね、日頃やっぱりレースのことずっといろいろ一生懸命トライしてますけど、やっぱりプライベートになった時には私はお肌のこととかそういう美容のこととかをちゃんと気にしてますっていう人を手挙げて。いや手挙げた方がいいですよ。ここはリュウさんはあんまり気にしてない。あ、気にはしてます。気にはしてるだけで何もやらない、何もしないタイプ。そうで、これ面白いの、この子若いから何もしなくて、舞ちゃんだけがさっきからじーっとね。舞ちゃんもともと色白なの。わかん、白いですか。白い、白い、白い、白い。この中で一番白いかな、うん、腹は黒いっていうの。すでにね、なんかちょっとねここら辺で共助カップの世界がね、ともこさん見えてきましたね。うん、この辺りがね、はい、もういろんな人たちがねいるからもう赤裸々に語りたいと思います。はい、でも実際どうなんですか、やっぱりさっきの小山美希ちゃんじゃないですけど、いつもこう美希ちゃんとかこう美久ちゃんとかいたんですけれども、本当にここでガッと変わったっていう部分で、なんかよし今度行ってやろうみたいな気持ちっていうの、まあ、確かに今までその表彰台を飾っていた花のある選手が、うん、あのいなくなっちゃうと、うん、ちょっと応援されてる皆さんも寂しいんじゃないかなって思ってると思うんですが、でもそれぞれ結構みんな淡々とタイム縮めてきてるし、うん、なんかそこはやっぱり小山美希ちゃんのあのタイムを抜きたいっていう思いでみんな頑張ってると思うんで、なんかそんな頑張りと失敗と成功を皆さんに見守ってほしいなっていう気持ちがすごくありますよね。うん、そうですよね、やっぱりあのなんとな
くあのこう独走状態で進んでたレースがここに来て本当にねバトルで誰がこう上に来てもおかしくないっていうようなねレースになってきたのレースとしては本当に面白いと思います。じゃあ、最後にじゃあ今度キサラギちゃんの方から一言ずつファンの皆さんに抱負とか今日の目標とか一言ずつ言って終わりにしましょう。はい、ありがとうございます。さっきも少しお話ししたように予選で昨日のタイムを1秒上回れたので、うん、決勝ではさらにもう1秒2秒前へ行けるように頑張りたいなと思います。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、高橋俊子選手。はい、私も先ほど言いましたが、レナちゃんについていけるように頑張りますので私もじゃあ目標1秒上げるぐらいで、うん、はい、行きたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、610番です。はい、はい、じゃあ私も前の人たちについていって後ろを引っ張っていけるように、そして後ろに抜かれないようにどんどん前に行けるように頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、はい、まあ、レースは一人じゃやらないから周りとの兼ね合いがあるけど、まあ、私自身まだ自己ベストが予選出せてないから一番戦わなきゃいけないのは自分かなっていう感じがします。それで淡々と結果として前を狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、荻原選手。順位的にはかなり下なんですけど、まあ、いつも通り冷静沈着に淡々と自分との戦い、周りとの戦い、前だけを見て、頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、あきねー。はい、5番手というところからスタートするので、表彰台っていうのもちゃんと、まあね、乗れる位置にはいると思うので、前とのバトルを楽しみながら終わってみたら、表彰台というようになるように、ベテランらしくちょっと若手をいじめられるように頑張ろうかなと思いますので応援よろしくお願いします。はい、私としてはなんとか先ほども言いました、ベテランとヤンキーとポヤッとなんとか、やっつけて、どこからでも入っていけるように前に一歩でも行けるように走りたいと思いますので応援よろしくお願いします。初めてこんな順位いいので、まあ、ミスしないように無事に終われたらいいかなって思います。はい、ベテランに抜かれないようにあとはですねぼやっとに意外にぼやっとしてないのでレース中はしてないのね。してないんですよ、ぼやっとしてないので、うん、ここに負けないようにまずはプレッシャーをかけたいと思いますので、はい、はい、ママ頑張ります。ママ頑張るってパパママ頑張るみたいです。冷静に行けという指示入りました。面白いレースになるようにみんなで頑張っていきたいというふうに思いますので、うん、でその後ですね昭和の時代の幕開けが訪れるように頑張りたいと思います。サメお先にどうぞなんだよね、まだね。あ、そうだそうだ、お先にどうぞだからみんな行こうよ、ね、いいんでしょ。そこはこうグッとということでそのあたりの戦いがですね今日午後から始まりますので、ぜひ皆さんね、教場カップ2019この競争女子たちの熱い、戦いに注目していただきたいと思います。どうもありがとうございました。